あなたは今まで何かで1位になったことはありますか？マリカ、スプラ。結構あるね。バロとか CR、 CR カップはなんかストリートファイター、ストリートファイターか。いっぱいあるな。思ったらこういうの出てこないやつかと思ったらめっちゃ出てきた。あります。好きなファッションはありますか？黒、白、赤。大体わかるよ、うん、大体一緒だもん、うん。あとは好きなファッションはありますか？黒。色じゃん。色はファッションじゃないの？色以外？色以外、うーん、タイトなのが好き？それとも、いや、ゆったりした方がいいよ。まあ、ゆったりした方がいいよね、うん。パーカーとかもいいしね。そうもね。というわけで、クロノワールがなんかやる。かなえ、はい、ベストジーニスト賞受賞おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ベストジーニスト賞知ってますか？いいえ。この度ベストジーニスト賞を受賞したかなえです。これもいつも見てくれてる視聴者様のおかげです。ありがとうございます。というわけで、まあ、ベストジーニスト賞っていうのはかっこいいね。ベストなジーンズが似合う男よ。ジーニストそうが ジーンズが似合うベストな男、ジーンズ。ベストジーニスト賞よかったね。いや、ビビったよ。受賞して受賞してよかったじゃん。ありがとうございます。はい、僕も一番になれました。あ、他の一番をもう忘れたと。それぐらいの衝撃衝撃良くない衝撃ですね。なんと今日はベストジーンズ賞受賞の縁もあってエドウィンさんがなんとおすすめのジーンズを送ってくださいました。うん、今そのジーンズを見ていっておのおのね、最高、うん、最も好きと書いて最高のジーンズを見つけたいと思います。サイハオ、サイハオ、サイハオジーンズ、サイハオジーンズ。オッケー。すごいジーンズがいっぱいあるそうなので早速やっていきます。イエイ、クロノワールがなんかやる。というわけで、はい、早速送っていただいたジーンズを見ていきたいんですが、はいはいはい、その前にジーンズのお勉強をしてからの方がより最高のジーンズを選べると思うので、ちょっとジーンズのお勉強をしましょう。なるほど。題してこれだけは知っておきたいジーンズ6単語。なるほど。なんかジーンズ特有の単語があるって感じですか？意外とね、多いデニム用語を知ることで、はい、一段と理解が深まり、デニムの商品を買う時のチェックポイントになります。チェックポイント。ということでジーンズで外せない6個のワードを教えていきたいと思います。はい、ところどころね、虫食い形式のクイズでクズさんに出題するので視聴者の皆さんも考えながら答えてください。お、最初のワードは当たり。当たり聞いたことあるよ。なんかありそう。そうなんだよね。重要レベル星3。重要レベルがある。繰り返しの着用&洗濯によってデニムの表面が擦れ、うん、糸の芯にある白い繊維が部分的に露出した状態のことを言います。はき込まれたジーンズなどの味わい深い経年変化の一つで、生地同士や物が当たりやすいところは顕著に現れます。当たり、なるほど。だから当たりなんだろうね。なるほどなるほど。だからこのちょっとこう白みがかってんのが当たりってことなんだろうね。ちょっと広げてみると当たりすぎじゃない？当たったね。当たり屋に当たってない？これこれ当たってるね。こんな当たられることあるんですか？こういうことなんでしょ。だって当たりってこれはもうダメージでは。ジーンズってさ、うん、使い込むというか、履き込むというか、いやすごいよね。なんか昔見たことあるよ。それをいい評価とするよね、うん、本当に。財布とか砂の上で引きずったやつがいいとかも聞いたことある。ほら、こういうの、こういうの。あ、これ当たりだ。当たってんね。当たり手だね。っていうのが当たり。当たりか。だからでもこれがいい、いいってことなんだよ。なるほどね。経年変化を楽しむ、衣類なのね。うん、育てていくみたいなことだよね。なるほど。そして2つ目のワードはアオンス。ほう、わかります。もうなんかね、聞いたことは1オンス1ポンド。重要レベルは星1。デニム生地の重さを表す単位、1オンスは約 28.35kg。 なるほど。 5g か。数字が増えれば増えるほど 28.35kg 生地が分厚くなります。では問題です。あ、ディーディン。現在ジーンズの主流は何オンスか、通常予想してみてください。うん、オンスは1つあたりのジーンズの重さではなく1平方ヤード、約91.7オンス。7オンス。はい、ファイナルアンサー。7オンスポンス。なんで今日は7オンスだと思ったんですか？ちなみにラッキーセブン。うん、重さこれほら、うん、持ってみるか。うん、1オンスが 28.35g で、それは
全体じゃなくて約91センチの四方のあたりの重さを示す。あ、じゃあもう結構でかい91センチだ。じゃあ91センチ多分これをだから真四角にした場合だよね。シオンス、シオンス、4オンス。28グラムって4オンス、うん、長さ、はい。でも4は縁起が悪い。7オンスこれ 7? 持って、ちゃんと持って、ちゃんと持って結構重いよ。7オンス、はい。正解です。ありがとうございます。正解は 12.5 から 13.5 オンス。ありがとうございます。一般的に14オンス以上はヘビーオンス、14オンス以下はライトオンスと呼ばれます。だからノーマルオンス。じゃあ俺の言った7オンスはライトオンス。ライトオンス、オンス、オンス、オンス。では次の問題いきます。オンス。3つ目のワードは、コインポケット。コインオンス、コインオンスポケット。ああ、何オンス。重要レベルは星2。主に、右のフロントポケットの入り口に設けられているミニポケット。ああ、だから何入れるねんポケットねとか言うなよ。ポケットって思いがちなやつ。これじゃない、これさ。何入れるの。でもだからコインポケットなんで、これがコイン。で問題です。ここでもともとはコインではない別のものを収めるポケットだったんですが、何を入れるものだったと思います。何オンスぐらいのものですか、それは。これはね、1オンスいかないかいくかぐらいかな。ナイフ。結構重いの、ナオンス。ナイフって何オンス。ナオンス、ナンス、ナイン、ナイフンスオンス。ここだよ、ちょっと触ってみて。このナイフ入らんて。ほんとだ、貫通しちゃうわ。小刀も入んねえよってことは。ことは元々でしょ。ジーンズの歴史なんかすごい古いんじゃないの。そうだよ、昔から。それ昔からあんのこれ。むしろ、まあ、ヒントあるとしたら、今はあんま見ないね。もう見るんだ今も。たまにそういうの好きな人はいるよねっていうのは。は？キュウリ。ファイナルアンサー、はい、正解です。うわ、待って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 、はい。人参。正解は懐中時計。はえー、腕時計の普及に伴って用途が減り、硬貨を入れるコインポケットと呼ばれるようになったんですが、もともとは懐中時計をしまう場所でした。見ねえよ今。たまにいる。ガチでたまにだね。まれにだよ。そうそう。続いてのワードです。はい。セルビッチ、はい。重要レベルは星3つ。旧式の旗で織り上げた生地の端につく耳を刺し、ヴィンテージまたはそれを再現したデニムの目印になります。なるほど。赤いステッチを施したタイプがポピュラーで、通称赤耳とも呼ばれますが、そうなんだ。ブランドによっては多彩なカラーが存在し、それぞれのオリジナリティが現れるそうです。なるほど。裾をロールアップしてチラリと見せるのがポイント。 これだ。ステッチ。これがセルビッチ。ステッチ。こっち縫い目。ステッチ。これセルビッチ。まあ、これ多分場所によってはついてるメーカーもあるんだろうね。なるほど。今はここについてるけど、というのがありますと、はい。そして5つ目、ヒゲ。ヒゲもあるんですか。これも重要レベル3です。うん。股から太ももにかけて放射状に広がった履き込みじわとか色落ちのことを指します。はい。その線が動物の頬ヒゲに見えることが名前の由来です。まあ、それ見て。これはね、だから多分膝ら辺にあるんだよ、こことかさ。ヒゲ座るとこうなるじゃん、足が。うん。からできちゃう、この擦れてちゃう、色落ちとかシミ、シワ、ジワとかのことで。これに対して膝の裏に現れるシワと色落ちを、またハニカム状のハニカム模様に似ているためと呼びます。うん。共に味わい深くかっこいいジーンズには欠かせません。うん。ということでこの2つの回答箇所、久田さんお願いします。膝の裏、膝がヒゲだよね。ヒゲの下は何ですか。ヒゲの下、はい、顎。顎。顎と蜂蜜。蜂の巣。おー、蜂の巣。ハニカム模様に似てる部分が蜂の巣。ダンボール。ダンボール、いいね。それでどれだよ。蜂蜜。蜂蜜。はい。じゃあ、上は顎。顎と蜂蜜。はい。バカ。正解です。正解は膝の裏に現れるシワと色落ちは裏ひげ。お、ハニカム模様に似ている場所は蜂の巣です。両方とも惜しいね。裏ひげ、裏ひげはちょっとシンプル、シンプルすぎる、シンプルすぎたね。蜂の巣はね、惜しかった。あれ、俺なんつった。蜂蜜か。まあ蜂の巣だろそれ、実質。
蜂の巣の価値は蜂蜜にあるから。まあ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 、でも蜂蜜が蜂の巣だから。厳正に、すいません。なんでだよ。ここはダメです。ありがとうございます。そして最後のワード6つ目はリベット。需要レベルは星2つ。フロントポケットなどに打ち抜かれる金属の金属製の鋲のこと。鋲、はい、画鋲の鋲。現代ほど技術が発達してなかった時代にジーンズの破れやすいポケットや股の部分を補強するために考案されました。そうなんだ。今ではね、補強の役割に加えてデザイン的な付加価値を上げる役割が強くなってます。これですね。かっこいいね、これね。ここね、このこれエドウィンって書いてる。エドウィン、エドウィン、はいはいはい、とかね。あとは多分ここら辺にもあるんじゃないか。かっこいい。これがリベット。リベット。まあでもやっぱこれどれもジーンズならではだよね。まあ確かに。やっぱこう汚れじゃないけどこれすらも楽しめる、そんな衣類というか。なるほど。以上ジーンズ6単語でした。はい、マクザさん、ジーンズについて詳しくなれたんじゃないでしょうか。なりました。本当？はい。じゃあ当たり。これはステッチ。違う。当たり。違う。オンス。重さ。ここ？うん。裏ひげ。惜しい。ひげ。セルビッチです、ここは。というわけで詳しくなったところで、はい、実際のジーンズ見ていきましょう。ありがとうございます。クロノワールがなんかやる。それじゃあエドウィンさんに送ってもらったシリーズを見ていきましょう。いいんですか。まず一つ目のジーンズは503シリーズでいいのかな。503です。おいいですよ。結構レギュラーストレートで、はい、1997年のデビュー以来ジーンズの総販売数約2000万本以上の2000万エドウィンのベーシックジーンズ。現代の日本人の体型や着こなしニーズを徹底的に分析し、ジャパンデニムを代名詞にジーンズ入門ぴったりのジーンズです。どうです？いいんじゃないですか。ザ・デニムって感じ。ジーンズって履き方ちょっとむずいよね。こう裏返したりとか。あ、でもこれの好き、かわいい。なるほどね。ここが見えるのがいいんだ。かわいいよね。まあでもこれがスタンダードなんだ。そう、だからこれまださ、でもこれあれシワないじゃん。ヒゲね、裏ヒゲは蜂の巣も裏ヒゲもない。だからまだ、ね、これをこっからだ。自分のベーシックジーンズに変えていくのよ。なるほど。別にもうこのジーンズもそのうちヒゲもつくし、うん、当たりもできるし、うん、っていうのがジーンズなの。そう、もう基本で。それを楽しんでって育てていくみたいなものですね。なるほど。これはリベット。入ってないよ。リベット。じゃあこれはチャック、じゃあこれコインポケット。もう赤い時計入ってんだ、はい、そして2つ目のシリーズいきましょう、はい、今回503だったんですけど、はいはいはい、次のはね505。あ、2進んだ。あらららちょっと味が出てきてすごいねるような気もするけど出てないか。いや出てるな。こっちはこっちは多分さっき見たやつだ。なるほどね。 味、はい、味505ね。デニムがまだカウボーイや労働階級の象徴でもあった40年代。シャレッケよりも実用性が求められた当時の趣を徹底再現したのが505。日々の労働によって生じたヒゲや当たりに加え、やれ感や汚れまでも現代の技術で丁寧に再現。丁寧に。40年代主流だった太めのロールアップで武骨に決めよう。なるほどね。太めなんだって。ジーンズとはこれだから意図的に作ってる、これを。なるほど、これを技術で当たりを作ってると、うん、すごいまばらにね、機械的な感じは一切しない。まあなんかゲームとかの話になっちゃうけどさ、うん、よくさジーンズ履いたさこういうこういうのやってる人いるじゃん、キャラクターで、はいはいはい、とかは多分これがその40年代のなるほど、ね、あれの象徴だったっていう。ジーンズのこうルーツに迫るというか、はい、なるほど。それが505。はい、505です。じゃあ続いてもどんどん見ていきましょう。3つ目のジーンズはジャージーズ。ジャージーズ、これすごい。なんかキャッチーな。見た目はジーンズ、履き心地はジャージ、そのままジャージーズ。あ、これ伸びるんです。すごいよこれ。このニットのようにね、ぐんぐん伸びてストレスフリー。ちょっと待って、お前それ一度履いたらやみつきですよ。当たりあるよな。あるよ、当たり前。だからジーンズっていっぱいあるじゃん。おお、ヒゲすごいよ。だからこれはそういうのを再現してんの、技術で。だから再現してない方がこっちってこと。そう、これ見てよ。かぁ、これ履いてるね。動物じゃん、もう。でこれも洗濯とかしていくとこうなってくるんで、色落ちて。なるほどね、もう淡くなってくと。これもある種実用性だよね。でもまあね、今の現代だとね、ジーンズのその見た目をね、硬いイメージあるじゃん。そうそうそう。でも履き心地はジャージと。すごいですね。これいいな。
はい、続いて4つ目のジーンズはこちらです。これ406ですね。おー、これすごいね。はい、こちらはインターナショナルベーシック。はい、エドウィンは1980年にストーンウォッシュ、軽石と一緒にジーンズを割って中古っぽく表現する、加工する、を世界で初めて開発し、ストーンウォッシュを使った商品が欧州を中心に大ヒット、そのヒットを知った当時の日本人バイヤーから日本でも売りたいとの要望を受けてデビューしたのがインターナショナルベーシックシリーズ、エドウィンの中でも一番長く続いているロングセラーシリーズです。これなんか石とじゃあ洗って、そうだからどうも違うじゃん全然。すごくない？だって本当に多分時期によって全く同じ模様ではないでしょ多分。これすごい。え、ジーンズは結構唯一無二なんだろうね。その人によって模様が違うから、ね、汚れてるのが味だもんね。ダメージが味になるっていう。これいいね。でもなんか質感もいいかも。続いてはデニスラ、いつのジーンズ。デニスラ、ちょっとなんか現代的な名前に。使えるビジネスデニム、デニスラは、あらららら、デニムスラックスって意味で、これはもうデニムなのか。おすごい、履き心地にこだわってストレスフリーなビジネスウェア。だパッと見はさ、うん、スラックスみたいな ね、うん、でもデニムなの。そう、ビジネスシーンに嬉しい作り込みが満載。まず1つ、しかもこれジャージーズみたいよ生地伸びる、うん、1つここ見てください。あら、シャツが出にくいように滑り止めが貼ってます。そして隠しモバイルポケットってのがあって、はい、スマホを入れちゃうと起きるあのシルエットの崩れを防止する、ここに見て内側に、あ、そこにスマホを入れてください。おいおいおい、さあ ここにダメージが出ないからこだわりがすごいね。隠されてると。これすごいじゃん。デニスラ、デニスラビジネスシーンでも使えます。すごいよ。しかも伸びるし、うん、やっぱねサラリーマンの方々とかはねたくさん歩いてたくさん運動して。確かにこれジーンズっぽくないね。ちょっとデニムって感じ。なるほど、そうなんです。これがデニスラ。続いてのシリーズは EDS です。うん、あ、何 EDS？ はい、EDS。 あれれれれれ、これは結構固めですね。エドウィンのアイデンティティが詰まった日本の伝統デニム、生地、縫製、フィット、ディティールなど徹底的にこだわり、万人受けではないですが日本、海外問わず多くのジーンズマニアからの大人気。触ってみ、カッチカチ。色落ちを楽しめる付属の日の丸レーザータグをコインポケットに入れて履き込むことで、これだ、日の丸ウォッシュが現れるそうです。おもろ。だからこれ洗ったら、このコインをここに入れて洗うと日の丸ウォッシュが現れるわけよ。なんかマジですごいよ。今までと硬さが違うよね。カチカチだね。でもまあ一部マニアにはたまんねえぞと。しかもこれも結局その履いていくとどん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 また柔らかくなるのかな、いろいろなっていくんだろうね。2年履き込んでこれらしいぞ。すごいね。すごいな、かっけー。日の丸だからマジで、うん、もうフラットな状態から作っていくんだろうねこれは。すごいね、すごいねこれ。こっちね黒だし、かっけー。まあ育てがいがありそうですわ。これはすごい。そして7つ目はかっこいいよ、ワイルドファイヤー。 Wi-Fi？ 風を遮る暴風構造、しかも軽くて伸びてあったかい冬だ。ぴったり。そう、冬定番のジーンズで、うん、今では当たり前のあったか機能付きのジーンズですが、エドウィンはそれを2009年に発表。すごいじゃん。そして進化を続けながら今も続く冬の定番人気商品、冬用ジーンズだね。見てこことかすごいよ、もっこもこ。もうどの季節でも楽しめるようにいろいろ改良してるんですね。まあ、すごい。本当だ、冬って感じするね。これあったかそう。確かに見た目はね他と変わらないんだけど、ちゃんとあったかそう。いろんなデニムがあるね、ジーンズが。いいね、これすごい。しかも2009年と先取りですよ。あったかいね。いいね、いいね。うん、これからの季節強いんじゃないか。というわけで、はい、この中で最も気に入った最高のジーンズを決めていきましょう。はい、1,2,3,4,5,6,7 の中で、はい、どれがまず今惹かれてる？意外と2択あって、うんうんうん、見た目か機能性かどっちにしようかなって。あ、機能性でいくとジャージーズかデニスラ、はい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 、あ、それかワイルドファイヤー、はいはいはい、見た目でいくと505か
インターナショナルベーシック。インターナショナルベーシックだよね。決まりました。何ですか。デニスラ。うわー、なんか、うん、現代的だなって。でこのポケットのこだわりが良かった、うん、し伸びるし、うんうんうん、履きやすそうだよね。そう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 、やっぱちょっとデニムいっぱい着たいけどみたいな人は、うん、俺なんか溶け込むだろうし、いろんな服に。いいね。だから自分だけ楽しめる。これがね、これね、機能性も見た目もなんか触り心地もいいよね。これね、解明します。デニスラじゃないです。はい、何ですか。デニム忍者解明しました。デニム忍者。デニム忍者。クザさん、後半デニム忍者シリーズ、はい、デニスラが良かったと。デ忍者が良かったですね。僕はでもね、はい、意外とね、やっぱこう伸びやすさも良かったんだけど、これだね。おお、ジャージーズね。あれどっちもじゃあ結構伸びる系だ。まあ伸びる系楽っていうのはやっぱ、ね、俺らみたいなね、ナンパモンはやっぱ伸びる。ここが細いからいいなって。ああ、なるほどね、うん、それでいうと EDS とか細いっちゃ細いけどね。これも細かったんだけど、うん、硬い。あー、ちょっとまだ早いか。これ505。これ505か。505も好きだね。ちょっとゆったりしてる感じがね。ここがいいわ。このここが、うん、ここがいい。なるほどね。このロールアップがいい。僕ロールアップしたい派だわ。あー、かわいい。まあ、色もあるかも。でも選んだ理由はちょっと紺の強い感じが、うん、ここがね、ちょっと白くて可愛い。あー、なるほどね。ロールアップジーノ、うん、というわけで、はい、じゃ僕はジャージ、福田さんはデニスラが、はい、自分の中ではすごい気に入ったと。はい、じゃあ履いてってよ今度。いいの。いいよ。これくれるんですか。お前何の権限もないのに言ったな。あげる。買ってくれるってこと。いや、あげる。それ本当にあげるじゃん。本当。うん、これ後で俺請求されない。クロノワールがなんかやる。やってみていかがでした。機能性のね、こだわりがすごく良かったです。まあ確かにこうどっちが好きな方に行けるのはいいね。まあ複数持ってもいいしね、用途でね。確かに確かに、気分次第でね。いや、こんだけ並ぶとすごいな。でもあ、まあ確かにね。いざだってさ、初めてこんな種類見た。お洋服屋さん行ってもさ、うん、こんなガッて自分の机に集めないもんな。そうね、一個一個見るだろう。何が違うんだろうって思いながら結構フィーリングしちゃうけど。しかもそのポケットに入れてるもので出るみたいなのちょっとあんま知らなかった。ああ、洗濯のやつね。日の丸とかさ、ちょっと面白いよね。これね、発想として日の丸ポケットね、うん、日本らしさが出せてるのもいいねと。ジーンズ大好きだよって人いたらコメント欄や SNS などで感想を書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週。君と見上げた世界、自然の中にまるで僕らみたいな見えない光見つけたい。可能性に響いたスターバック手を伸ばして君と一緒な